はい、こんにちは、僕監督と申します。ユートボールウィークでチャンピオンズカッツ、今日もこちらのゲームを実況プレイしていきたいと思います。それでもドイツ代表のタクティカルフォメが欲しい、なんとしても欲しいということで、前回ね、これ44連目引いたんですけれども、外れてしまったということでですね、もう仕方がない、ヨーロピアンヒーローズボリューム2ピックアップガチャ単発でこちらガチャ券128枚ありますんで、これをね100連回しようかなと思っております。100連というのはねやっぱりキリがいいんでね。はい、ということでこのヨーロピアンヒーローズボリューム2をね100連ぶちかましてね、ドイツ代表の褒め獲得していきたいなと思います。はい、ということで早速ではね、参りたいと思います。ちなみに、ドイツ代表のタクティカルフォメを、獲得するための条件は112以上の、ドイツ代表の選手を当てることですね。ヨーロピアンヒーローズの、ドイツ代表の選手を当てることが条件となります。で、何人いんのかな、結局ドイツ代表のフォメ持ってる人、一応見とくか。そうやね、そういうのもちゃんと見とくとやっぱ分かりやすいですからね。トニクロース、キミッヒ、リュディガー、ティアシュテーゲン、ビルツ、ここまでなのかな、もうちょっと見るか。はい、一応ドイツ代表の110人以上はティアシュテーゲン、リュディガー、キミッヒ、そしてトニクロース、ビルツ、ここまでですね。はい、いやー4選手か、なるほどね。この4選手狙ってではね、単発100連チャレンジいきたいと思います。はい、いきましょう。さあ一発目、一発目だけ、普通に動画撮ります。で、二発目からは、星5以上の選手が出た時だけ、動画をね、流していきたいと思いますので、それではね、金旗、星5選手が当たるまで飛ばしたいと思います。では行きましょう。5人も集めれば宝じゃろうて言うてね、神保さんっていう昔あの防衛です。あ、出た、やっと星5行けた。60何連目ですよこれ。110、ダメだ、モリーナいかつい、いかついな今。うわぁ、あと残り、28やから39連どこですかね。頑張っていきたいと思います。ボリューム2、あ、来たやっと来た。さあ、めちゃめちゃ油断してたが、もうマーディさんどうなっとんねんこれ、へけつないって43、残りもう15連ぐらいしかないぞ。さあ、いよいよやってまいりました。ちょうど100連目でございます。出た星5の選手はたったの2枚、そしてユーロピアンヒーローズは1人も現れてません。なんというガチャだったんでしょう。なんというガチャなんでしょう。お願いします、モノミさん。このガチャ券を一気に回すだけの何か機能をつけてください。ただそれだけです。はい、ということで。いやー、ヨーロピアンヒーローズ。1枚も出ず、嘘つくな、出現率アップって。はい、という、もうしゃあないですね、こればっかりはね。ではもうね、ガチャ券引いて最後終わりたいと思います。もう本当はね、最初にガチャ券ね、引いとこうかなと思ったんですけど、これ残しとったらマジでクレバーやなと思いますね。はい。結果的にね。はい、では、まずはこのね、一気に引ける機能を使って 30% をね、2回行こうと思います。まずね。はい、星4と星4です。誰や。はい、星4と星4。もうわからない選手。あ、これは知ってるわ。ルイ・パトリシオか。さあ、では次、次は星5確定ガチャやね。やっぱりに行くとしたら。星5確定ガチャを3つ。さあ、もうこれちょっともう絶望的やな。もうこうなったらあかんのよ。こうなったらもう負けるやつみたいな。もう負けパターンやね、これは。さあ、どの道か102。はい、わからない。わからない生草坊主が来ました。さあ、次。108、109。バルデ。バルデはちょっと嬉しい。さあ、そして110、111。ゆっくり行くな、キュラム。ダメや。どうなっとんねん。おい。さあ、ラスト。110以上券。これで、金旗を回して、ブンデスじゃない。ブンデスじゃない。もうダメ！もうダメ！かぁ。110か、これ。うんこみたいだな。110や。
願いばばばうえヨーロピアンヒーローズ1枚もです。あなたつは腹立ちます、腹立ちます。もうこれいく、ピルロもいっとくレジェンドチャンスピルロもいっとれ。テピルロじゃデルピルロ、デルピルロとピルロは違うね。にゃーにゃーくー、あかーん、まったく何の成果もいられませんでしたよ。もうこんなガチャ券いらん。